はい、皆さんこんにちは。 TMIPS 中の人森島です。本日もですね、先月に引き続き TMIPS ニュースということで、お届けしていきたいと思います。本日のテーマは、GDPR の新 SCC への切り替えということで、大西先生本日もよろしくお願いします。はい、まず、TMIPS ニュース一つ目のテーマですが、新 SCC ということについてお話をします。少し前の TMIPNDS ニュースでもお話をしましたが、今年の12月の末にですね、この新 SCC への切り替えの期限が回りますので、少し今日はこのテーマを深掘りしてお話したいと思います。今私の横に出ておりますスケジュールをご覧ください。新 SCC への差し替えスケジュールというスライドが出ております。でここでですね、少し今後の新 SCC への差し替えスケジュールの確認をしておきたいと思います。まずですね、2021年6月27日にこの新 SCC、 これはすでに発行をしております。したがってですね、2021年以降新しくですね、新規に締結する SCC、これはですね、新旧両方使えた状態でありました。一方で2021年9月27日で旧 SCC は廃止しておりますので、今新しくですね、新規に SCC を締結しようとしている企業は旧 SCC を使うことができません。新 SCC を必ず使って、越境移転規制をクリアするという状況が今の状況です。これは新規に新 SCC を締結するケースですね。一方で多くの企業の皆様が GDPR の施行をですね、旧 SCC ですでにさまざまな越境移転のデータフローについて締結済みの状態なんですね。そうしますと旧 SCC に基づいて2021年9月27日までに締結された旧 SCC、 これは2022年の12月27日、まさに今年の年末に失効いたします。そうしますと何が起こるかと言いますと、一番下赤字で書いてありますが、旧 SCC に基づき締結している既存の SCC、 サイン済みの SCC ですね、これを新 SCC に洗い替えをすると、締結し直しということがこの年末までのスケジュール、すでに GDPR 対応している皆様のタスクになっていて、デッドラインが12月27日に来るということでございます。そうしますと、もう10月11月、もう10月もわずかですので、ほぼ2ヶ月ぐらいしか準備期間がないという状況になっております。加えてですね、ここがポイントですが、旧 SCC の記載内容を単純に新 SCC に書き換える、形式に書き換えるだけであれば、まあ、それほど準備期間はいらないんですけれども、これから述べます中身の部分ですね、新 SCC によって実質的に変わった部分がございます。でどういう点が変わったか、新 SCC の変更点1ということで、少しスライドにまとめております。でこれまでですね、新 SCC でカバーするデータフロー、これは旧 SCC と新 SCC ではデータフローの類型が変わっています。で旧 SCC ではですね、今 C2C と書いてあるのはこれコントローラーというコントローラー、そして C2P と書いてあるのはコントローラーというプロセッサー、この2パターンだけであったわけです。しかしこの新しく施行される新 SCC ではですね、 C2C、C2P だけではなくて P2P、 プロセッサーからプロセッサーへの越境移転、プロセッサーからコントローラーへの越境移転、この新しい2パターンも含めてカバーをしている。そうしますと、皆様がすでに準備されていて締結されていた C2C、C2P 以外のこの後の2社ですね、 P2P と P2C のケースが抜け漏れが起きている状態です。
なので、改めてデータフロー、 EU から EU 外の越境データフローの中で、P2P のパターン、P2C のパターンがあれば、そこを補足してあげなければいけないと。こういうタスクが実質的な変更点になっているということですね。このスライドで言う丸3番、域内の委託先の P から域外の再委託先 P へのデータ移転のパターン。丸4番で EU 域外のコントローラーから EU 域内の委託先 P、プロセッサーに委託するケース。その中で EU 域内のプロセッサーから EU 域外のコントローラーへの移転。このパターンが実際皆様の企業の中でですね、丸3番、丸4番のデータフローがないかということを改めてデータマッピングをして、そこを補足してあげるというのが変更点の1番でございます。次のスライドをご覧ください。新 SCC の変更点丸2というところですね。でこれはですね、旧 SCC のフォーマットではですね、GDPR が要求しているデータ処理契約、これ略して DPA と呼んでいますが、データプロセッシングアグリーメント、日本語で言うデータの取扱い覚書、日本では業務委託契約があって、そのサイドレターとしてデータ取扱いの覚書、こういったものを結ぶことが多いですけれども、これは GDPR に、 GDPR の流儀で言えばデータプロセッシングアグリーメントと。そしてこのデータプロセッシングアグリーメントは必要的な記載事項、これが決められていたんですね。GDPR の28条3項です。しかしながら、このデータ処理契約 DPA のフォーマット、ひな型がなかったものですので、これは自ら手作りで、また私どもが GDPR28 条3項を参照しながら作成をしておりました。で今回新 SCC では、この C2P、P2P の2つのモジュールのケースで28条3項の必要的記載事項が盛り込まれた形で新 SCC がリリースされています。そうしますと、データ処理契約の DPA の締結はこの CSCC でカバーできるということになります。なので一つのやり方、一番下に書いてありますが、自作の締結済みの旧 DPA ですね、これまで自作で作られていた旧 DPA を新 SCC に切り替え、新 SCC に一本化することが一つのやり方ではあります。もう一つ少し補足をいたしますと、データ処理契約の DPA、 こちらのですね、ひな型がこの新 SCC 以外のところでもリリースされています。なので、少し複雑になるんですが、 DPA のひな型を今後使うというやり方も一つオプションとしてはあります。3つ目はですね、旧 DPA を継続して使うことも、これも許容されているところですので、今後ですね、どういう取り扱いが一番管理上簡便かという観点で、この3つのパターンを選択すると。まあ、一つの有力な選択肢は旧 DPA を廃止して新 SCC に切り替えて一本化するというのも、まあ、分かりやすい対応かなと思います。さらに新 SCC の変更点丸3をご覧ください。今度はですね、SCC フォーマットそのものではなく、企業の皆様が各自で記載する部分ですね、SCC の別紙部分になります。別紙部分には安全管理措置を記載すると、こういった記載内容が定められていて、ここは SCC のひな型上はブランクになっている。企業の皆様がその実態に応じて記載していく、そういったパートになっています。でまず大きな変更点のポイントは、旧 SCC の場合、 C2P の場合ですね、プロセッサーへの移転の場合にはデータインポーターであるプロセッサーの技術的、組織的安全管理措置の記載がマストだったわけです。一方でコントローラー2コントローラー、例えばグループ間でのヨーロッパの拠点から
日本の本店本社に対して C2C の移転の場合にはですね、移転先のコントローラーの安全管理措置の記載は任意だったわけですね。しかしながらこの新 SCC では C2C の場合も移転先コントローラーの安全管理措置の記載が必須になっています。したがってグループ内の EU 域外店、これが典型的な C2C のケースですけれども、この移転先の日本本社または EU 域外の各拠点の安全管理措置、この記載がマストとなっておりますので、旧 SCC では書かれていなかった企業様も今回新 SCC で記載が必須になっているということでございます。なおですね、新 SCC の変更点4にスライドを記載しておきましたけれども、安全管理措置の記載、これまではどこまでどの程度安全管理措置の概要を記載するか、これは特段ですねルールがなかったわけです。実は皆さん、この論点、日本の個人情報保護法の令和2年改正の安全管理措置、これを簡潔にまとめて、公表するなり、または個人の情報主体からオーダーがあったらそれを開示すると、安全管理措置の概要をまとめるというタスクを実際に実施されたかと思いますが、同じようにですね、その記載内容のサンプルがですね、今回新 SCC では示されています。いわば記載例がですね、例示列挙されておるわけですね。日本ではこれガイドラインを見ながら日本法の安全管理措置を人的安全管理措置、組織的安全管理措置、技術的安全管理措置の観点から簡潔にまとめるという作業をしましたが、新 SCC では新 SCC の中に記載例が示されています。いろんな切り口でサンプルがあるわけですけれども、少し字が小さく書いてございます。データの加盟化、暗号化、または2番で言いますとサービスの秘密性、完全性、可用性、3で言いますと物理的、技術的なインシデントが発生時にですね、それをどうリカバリーするか、そういったリカバリーの措置、こういった内容がですね、かなり詳細に示されております。もう少し記載例が続きますが、スライド切り替えます。11、ご覧ください。内部 IT 及び IT セキュリティのガバナンス及び管理措置というようにですね、かなり細かな細目が例示列挙されています。したがってですね、これまでの旧 SCC の記載よりもより詳細な技術的または組織的安全管理措置を充実させると、こういったことが変更点になってまいります。でそして、最後ですね、新 SCC の変更点6、これが最も大きな変更点と言えるかと思いますが、データ移転影響評価というプロセス、データ移転でですね、いかに個人データがプライバシーに影響を与えるかと、これをアセスメント、評価をしましょうという内容がですね、新 SCC に盛り込まれております。そして新 SCC において、SCC の遵守に影響を与えうる移転先の法令及び運用について検証し、SCC のみでは十分なデータ保護を確保できない場合に補完的な措置、これサプレペンタルメジャー、補完的な措置、追加的なですね安全管理措置を実施しなさいと、こういったことが書いてあるわけですね。これを見て皆様はまた日本の個人情報保護法の令和2年改正を思い出されると思います。まさに令和2年改正で移転先のですねガバメントアクセスリスク、そのガバメントアクセスリスクをしっかりと評価をして、それに対してどう担保するか、これをですね説明する義務を令和2年改正では企業の皆様に課していました。その大元はどこかと言いますと、この新 SCC における
データ移転影響評価が根拠なわけです。そしてこのデータ移転影響評価の結果ですね、移転先でガバメントアクセスのリスク、プライバシーに対して影響を与えうる法令がある場合には、追加的にですね、より高いレベルの安全管理措置を追加実装しましょう。こういったことを新 SCC では述べているわけです。具体的に申しますと、データ移転影響評価のプロセスとしては、まずは域外移転にかかる状況を把握する。どういう域外移転が起こっているか、データフローを把握します。次に、域外移転の根拠の特定をすると。まあ、十分性認定なのか、または SCC なのか。この場合は SCC を想定して、データ移転影響評価を回します。どういうふうに評価をするか、次のスライドをご覧ください。具体的には、移転先において EU 域内と同水準のデータを阻害する法律及び運用が存在しないかの確認をすると。例えばアメリカにガバメントアクセスの根拠法があるとすると、そのリスク、法律を特定し、どういうリスクがあるかということを吟味する必要があります。その具体的な内容がカッコ1カッコ2カッコ3に書いてある内容ですね。今日はカッコ2だけ抽出してご説明しますけれども、域外移転の具体的な状況、そして適用される制限や保護措置を踏まえた移転先の第三国の法令及び運用ですね、すなわち公的機関に対するデータの開示を要求するもの、または公的機関によるアクセスを認めるものを含むと書いています。これがまさにガバメントアクセス、政府によるデータの開示要求、その根拠法を見ましょう。そしてその運用を見ましょう。このリスクはですね、どのように、括弧さん、補完的な保護措置で担保されるんでしょうかと。括弧2で見たガバメントアクセスリスクに対して、どのようにそのリスクを回避、低減しているのかということを括弧さんで、吟味、評価をすると。これがですね、データ移転影響評価、トランスファーインパクトアセスメントの内容になっているわけです。今日の2点目のテーマ、日本の個人情報保護法のですね、PIA についてもお話しますが、まさにこのデータ移転影響評価と極めて密接に絡む内容ですので、次のパート、日本の個人情報保護法の PIA でも詳しくお話をいたします。